はい、ということで今回マーク早いです早いですダバンドの皆さんです、もう一番緊張するのはやめてくださいよ、はい、ということでねダバンプ4回目フル出場ということですけども、今回のねパウフェスいきなり見どころなんか聞いてもよろしいですか。見どころですか。はい、見どころは一言で言ったら夏です。夏ですね。それもタイトルにもついてますしね、衣装からもそうですし、はい、楽曲の構成からもそうですし、楽曲も夏を意識した感じで、素晴らしいですね、なんかこれから夏ですけども夏にしたいことなんていうのあったりします。夏にしたいことなんかありますか。まあバーベキューもそうですけど、はい、なんかみんなで海に使いたい。あーいいですね。プライベートでも遊んだりされるんですか。はい、僕はですね、次のお姉ちゃんとジャックやべーなー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 やったことないですよ。やべーなーさい素晴らしいですね。この夏のダパンプはどんな活動を見せてくれるのでしょうか。そうですね、まあ、ダパンプもそうなんですけど、まあ、ちょこちょこいろんなイベントをさせてもらったりとか、あとはライジング、うちの事務所自体で、はい、これから先、8月からですけども、はい、フェスが始まるんで、事務所の、で、いろんなとこちょこちょこ回ったりとか、あ、そういうのがあるんで、まあ、夏、秋にかけてはそういう感じが多いです、ね、夏ならではのね、はい、夏なんかも楽しみにしております。じゃあ、本日の意気込みいただいてもいいですか。はい、どなたに行けばいいですかね。あれ、そわついてんな、なんかまあ3回目ですから、はい、多少パターンを変えてくるので、はい、もちろん、それでは、ダパンプ今日の意気込みお願いします。はい、大地さん。